学びたいは中学生が親子の気持ちを考えます。家庭教育サポートプログラムというものがあるぞ。宮崎家庭教育サポートプログラム？どんな学習なんでしょうか。そこで今回の学びはこちら。中学生が親子の思いを理解、家庭教育サポートプログラム。それでは渋谷隊員。はい、渋谷です。延岡市立朝日中学校にやってきました。今回こちらの学校で宮崎家庭教育サポートプログラムを活用した授業が実施されます。一体どんな授業なんでしょうか。早速調査行ってきます。授業の講師を務める宮崎家庭教育サポートプログラムの長谷寛治トレーナーにお話を伺います。長谷さん、今日の授業で扱う宮崎家庭教育サポートプログラムとはどんな内容なんでしょうか。はい、宮崎家庭教育サポートプログラムとは、地域ぐるみで家庭教育を支援しようということで、県の教育委員会がですね、作成したプログラムであります。特徴としましては、参加型体験学習でございまして、参加者同士が交流を行いながら、親の役割、関わり方、支援の仕方について気づきを促す方法だと思っております。では今日の授業の内容はどんなものになりますか。はい、親保護者の立場の理解ということで、子どもの気持ちと親保護者の気持ちというのを考えていきます。狙いとしましては、子どもに注意する親保護者の気持ちを話し合ったり、お互いに理解を深めていこうと考えています。私は2年2組の授業に参加します。お願いします。今回授業を受けるのは2年生。2組の講師は大坪梢トレーナーが務めます。ワークショップ1、ラベルワーク。親に注意されることとその理由についてグループごとに考えます。そしてクラス全体で内容を共有。9時までに終わらせるってことでしょ。はい、生活習慣のことで言われるけど、将来自分たちのことを考えて言ってくれてると思います。当たり前のことを当たり前できる大人になってほしいから、続いてワークショップ2、ロールプレイング。親が自分に注意してきた時を設定し、親子がお互いに理解し合える会話を考えます。なんで電気つけちゃった？だって怖いじゃん。早く勉強しなさい。もうちょっと子供の気持ち考えてよ。それぞれの立場になって考えることで、より効果的な会話を考えることができました。黙って見守りたい、でもつい口が出てしまうのが親。みんなのお父さんお母さんも初めてのことばっかりで、いろいろ悩みながら生きています。注意しすぎてね、うるさいなって思われること言ってると思います。でも悪気はないです。そこをね、みんなに分かってほしいんです。だけれど、辛い時は私そんなこと言われると悲しいとか辛いとか言葉にしてちゃんと伝えてください。そしたらね、みんなが笑顔で毎日を過ごせると思いますので。今日の話を聞いて、お互いに分かり合える関係を作れたらいいなと思います。学習の感想をまとめ、1時間のプログラムの終了です。私は今まで両親の言葉を深く考えたことがありませんでしたが、今日の授業を通して言葉にもいろいろな意味が込められていると分かりました。自分も意味を一つ一つ考えながら発言していきたいと思いました。保護者が言うことに子どもがどう思っているか、また保護者がどう思っているかなどを知ることができました。加瀬さんが、生あるものには命と時間が平等にあると言っていたので、今後命と時間をどういうふうに使っていくかを考えていきたいです。今回のプログラムでは、中学生の皆さんが保護者の立場の理解を深めることができました。森崎さん、はい、宮崎ならではの家庭教育支援の今後の展開について教えてください。はい、今日行ったのは将来の親世代向けのプログラムでしたが、それ以外にも保護者、祖父母、あと地域の方々向けのプログラムがあります。こうしたプログラムを県民の皆さんに活用していただいて、
県民総ぐるみでの家庭教育子育てを応援することを図っていきたいというふうに考えております。サポプロで地域の子育てを応援しましょう。サポプロで中学生たちが楽しく学んでおったの。そうですよね。子どもと保護者それぞれの気持ちを考えたコミュニケーションについて学んでいましたよね。サポプロで子育て支援だね。そうだね。さあ続いては県立高校の魅力を発信高校紹介 CM コンテストの作品をご覧ください。今回は飯野高校と都城泉ヶ丘高校だよ。ICT 教育や地域探究活動を通し自分たちのプロジェクトや活動を実現できる魅力的な学校です。こんにちは。都城泉ヶ丘高校へようこそ。これから私が皆さんに本校の魅力をお伝えします。本校は昨年120周年を迎えた歴史と伝統ある学校です。先生方の熱心な指導のもと日々の学習に励んでいます。しかし勉強だけではありません。野球定期戦や都選祭などたくさんの行事があり全校生徒が全力で取り組みます。部活動も盛んです。17の文化部、22の運動部ともに日々の練習に励んでいます。私たちと一緒に充実した学校生活を送りませんか。飯野高校と都城泉ヶ丘高校の学校紹介でした。次回もお楽しみに。続いてはこちら。宮崎県は傾斜が急な地形や暖かく雨が多いという自然条件から発電をはじめ水資源の活用や洪水軽減などの目的で様々なダムが作られています。今回の展示では県内に建造されているダムについて皆さんに知っていただくことを目的としてそれぞれのダムの大きさや役割、建造までの経緯などをパネルで紹介します。会場は宮崎県立図書館2階特別展示室。期間は3月14日日曜日までです。なお3月1日までの特別整理期間と毎週月曜日は休館となりますのでご了承ください。県立図書館で宮崎のダムについて学んでみませんか。それではプレゼントコーナーです。今月は都城農業高校の皆さんが作ったいちごジャムを10名様にプレゼント。 MRT アプリからの応募が便利です。今月のキーワードと番組の感想を書いてご覧の宛先までご応募ください。今月のキーワードは子どもサミットじゃ。そして学びたい番組のおさらいは県動画ポータルサイトくすまみきチャンネルを見てね。それでは学びたい、また来週です。さようなら。